どうなの、これでよいいじゃん、 よくなるじゃん、見栄えが。ほら、このイメージ通りだよ。どうですか、リスナーさん。いいんじゃない、こっち見やすくなったんじゃないね。これで仲良くやればね、うん、うん、あと仲良くやろうよ。ほら、ここでワンちゃん飯食える。飯も食えるけど、こうやってね、コメントもこっちで見れるし。そうだね、確かに。そうでしょ、横側じゃないね。そうね、ちょっと暗いから明るくしたいんだけど、画質がちょっと曇っちゃうよね。仲良くするのが、なんほら、良くなったじゃん。なんかいいね、うん、で、三脚はここ置いて、うんうん、でパソコンでもしやるってなっても、うん、やれるから、うんうん、いや照明はあるんだけどね。こうしてこうなったらちょっと映らんか。これでも映るんか。ちょっと明るいけどね、明るいは、うん、こっちの方がアップだね。どっちがいい？ちょっと近すぎるか。いいじゃん。こっちの方がいい？これでやろうよ。うん、ね、うん。なんで最近広角レンズしなくなったの？いや、横向ければ広角になるんだ。これやっぱ広角になるし。コメント読むのすごい苦手なの、眉。これやっぱ広角になるし。よくコメント読めるんだな。読めるよ。ほら、お茶飲みな。汗かいちゃって。充電コード取ってくれる？出る反対、いや、あのね、下にネジがあって、いや、ね、抜いてくれる？そこにしかネジないんすよ、つけれないんすよ。あ、まあ、いいや、出るから、ね、疲れた？お疲れ様。いや、いいっすよ。あ、なんかすっきりした。なんかお引っ越ししたみたいだね、もうね。対談？対談とかできないんじゃない？やっぱ対談？で、眉が話しても、お前が語るなってなっちゃうって。そう思わない？そうなるよ、絶対。誠治さんとか、ゼロワンだからいいんだって、それは。顔似てる？似てないでしょ。たまに言われる。家で車載、車乗ってるみたい？本当だ、うん。なんかちょっとね、不思議な感じがする。うん、ゼロワン、本当にね、うん、あの、ちょっと食べてほしいのがある。ちょっと食べてほしいのが、うん、でもおかわりしなくていい。それだけちょっと食べてほしい。カニクリームコロッケでしょ。違う違う。何？ちょっと食べて。ちょっと食べて。うん、いいよ。うん、発明しちゃったわよ。なんかテーブル買いたいな、ここで左側に。これ一緒になんかゲームとかしたら面白いやん。ゲーム、うん、完成した。机、うん、狭いけど、タバコと飲み物ぐらいなら大丈夫。ゲームしてほしい。帽子大丈夫だよ、ハゲって毎回。あ、本体下にね、うん、それしてみる。モニターとかコード届くのかな。それちょっとやってみますよ、うん、圧迫してるからね。 L 字を190、卵の黄身漬け。なんて言うの。コメントだったんだけど、卵の黄身漬けって何？だから言わないでよ。コメント読んで怒られちゃった、ね、麻薬卵なの？麻薬卵。麻薬卵？うん、ここに置いたら明るくならんか。変わらん？ライト。これめっちゃうまいで。
麻薬君。これみんなちょっと明るくなった？変わらん。これ今日作ってさ、めちゃくちゃ うまいんだよこれ。表面いい感じ？本当？わかる？リスナーさん、これうまそうな。明るくなった？オッケー。これうまいから食べてごらん。うまい、ハマった。いや、うまそう、うん、これはうまそうだわ。でしょ？めっちゃ美味しそう、確かに。見栄えもいいね、珍しく。まえちゃんの料理的に見栄えもいいね。前に流行って、そうなの？なんか見栄えがおしゃれ、食欲そそる、うん、前めっちゃかき込んだ、うまくて。もうさっきからめちゃくちゃ食ったからね。でも一杯だけならいいやん。中華屋さん来たんだ。これはね、あの焼肉のタレに、うん、お醤油にごま油といりごまに、うん、あのニンニクおろしをめっちゃ入れたのが味噌、うん、うまい、うん、ね、うん、うまいね、うん、今お腹空いてたね、何倍でも食ってた。そうだね、うん、いいの発明したでしょ。うまそう言う。でも味付けが中華だね。中華、あれ焼肉屋のカルビご飯、専用ご飯みたいな。焼肉タレ入ってんのこれ。え、うん、焼肉のタレか、うん、うまいけどそんな品がある味ではないね。いや、男が好きそうやな。うん、だったら焼肉のタレでやっぱ肉食べたくなったもん。あ、そうだね、肉食べたくなっちゃう味。ああ、もっと品のある和風の、うん、和風？黄身で？じゃあもう作るのやめる、今日で。いや、厳しいっていうか、肉食べたくなっちゃう味。焼肉の時しか作るのや。めんつゆ、あ、めんつゆとかさっぱりしていいかも。え？めんつゆ。あ、和風。これもうまいけどね。さっぱりしたの食べたいわ。あ、ごめん、まいちゃん。おいしいんだよ。うん、せっかく。うまいわ。本当に肉が入ってない焼肉、うん、じゃあ今度お肉と一緒に作るね。うん、ね、肉がないと。じゃあ終わりますか、うん、あ、でも言うても750個有料飛んでね。あ、すごい。無料も3200個飛んでる。飛んでないって言われるけど結構いただいてますね。うん、うんうん、飛んでないって言われてたの。めちゃくちゃ飛んでるよね。アイテム飛ばなくなった。あ、火の玉レナス、ありがとうございます。無料がでかいですね。うん、うん、無料がやっぱでかい。無料で伸びてる、めちゃくちゃ無料が。あー、助かります。こうやって見ると目ちっちゃいね。隣同士で並ぶことないもんね。うん、仲良くちょっと心がけます。そうだね。なんでちょっと仲良くしていただけると。味でないで。カップル配信苦手な人もちょっとムカついちゃう人も、うん、温かく見守ってくれると嬉しいです。あ、おやすみなさい。で、まえちゃんも休んでいいよ。これちょっとイベント負けられないし。あ、今からやるのね。また枠を取り直して、までやる。朝まで。240、朝までやるの。そういう感じにならない、まえちゃん。頑張ってね。じゃあ俺っち隣の部屋行くでな。うん、これ10ツナからの椅子。ツナちゃんもうあの働きたくないって。ん？もう働きたくない。もう働きたくない。一日で、うんうん。まだ多分出勤しないと思うけど。もうね、中途半端な絵にしたらクニーさんに失礼だよね。いやでもあんまそんなこと言わないでよ。やる気ないならやらなきゃいいのに。いや、そんなこと言わないでよ、それ。クニーさん、失礼じゃん。そんなの。トナちゃん、働くんだよ、あの、バーでね。何の仕事になるんだ。バーだと思いますよ、バー。でも、明日出かけるの？ん？明日出かける？ちょっとわかんない。明日っていうか、今日って。ね、あの、ホテル見たんだけど、ね、うん、熱海の花火大会が、うん、初日ね、そう、あまりにも高すぎていくらしたの。いや、いや、それ言ったら特定されちゃうから、うん、あの、
ちゃんと聞いてからじゃないとなと思って予約しないもん。予約してないの、うん、だって勝手にそんな高いホテル嫌やなと思って。いくらか行ってごらんよ。え、いやそっから調べられちゃったよ。調べられちゃうよ。言えないってこと？だ、大体で。大体、うん、まあ、あの、一桁じゃない。一桁じゃない、うん、二人で、うん、でも、一桁でもあるけど、そうなると部屋食じゃない。だからもう10万以上かかるってことね。うん、でも誕生日プレゼントだからね、いいよ。花火見えるとこ、部屋から。いや、祝電怖いから熱海で探してない。熱海で探してない。うん、やっぱ人気あるんだね。単純、それはちなみに何曜日なの？29日って。29日、金曜日。金曜日か、うん、海沿い待ってる。海沿いなんて無理だよね。むしろ空いてないでしょ。海沿いが無理ってこと？海沿いはまず空いてないでしょ。花火はどこでそもそも打ち上がるの？海の上。だから別に海の上で打ち上がるの、うん、じゃあ海の近くの方が綺麗じゃん。あ、だから前連れてってあげる。あの、わかる？連れてってあげるんじゃなくて、旅館から見えるんじゃないの？旅館からも見えるホテルもあるし、うん、で前いつもあの、海、あの、海の近くまで見えてる。そっちの方が。いつもって行ったことあるの？あるよ。誰と？え、彼、元彼とか。はぁ？友達とか。元彼と行ったとこ連れて行こうとしてるの？え、じゃあゼロワーク連れててくれる人じゃん。つまりな、元彼と行ったとこ。だから熱海って近いじゃん。前、地元東京やで。何年前とかの話だけど。いいやん。なんか嫌じゃん。だから眉から熱海花火連れてって。そんなもん？だってゼロワー、女って覚えてないから行ったとしても。むしろ男の方がそういうのを鮮明に覚えてるんだろうね、きっと。別に気に上書きできるかな、上書き。できるよ。できるっていうか、いい年して上書きすればいいかな。男と女って違うもんね、まあ、考え方。まあ、てか、なんかキモかったなってこと。キモかった、まあ、キモかったな、あの方に花びた。なんであいつと言ったんだろう。そ、もと、そういう無理して絶らなくていいよ、わざとっぽいから。そうだよね。女の子に聞きたいけど、マジそうじゃない。なんで私あいつ付き合ってたんだろうとかさ。わざとっぽくない。いや、マジだって。でも、じゃあ男は、あの、ちょっと、めめしいから、全部アルバムにしてるけどさ、頭の中で。違うんだって。そう、言い過ぎるじゃん、いいから、うさんくさいってこと。いや、でも事実だからね。共感してる人がいるってことはそういうことなんだ。ねえ、寝ようか、みんな。別れたら気持ち悪くなる。女の子、元カノにみんなに気持ち悪いと思われてるんだよね。うん、ね、うん、なんであのやつと付き合ってたんだろうって思われてんだね。そうそうそう、うん、で、なんで一回は思ってまた戻ってんの？それは、ゼロはもう分かるっしょ。分かるっしょ、うん、何分かるっしょって。マユって他の女よりもめちゃくちゃ配信のなの分かるっしょ。あ、俺を利用しようと思って復縁したの。利用っていうか、最初はビジネスだったじゃん。でもそれお互いでしょ。ビジネスで復縁したの、まあ、マイナスではないからね。でも最初はそうだったでしょ。ひど。え、ゼロワンもそうだったでしょ。ひど。いや、ひどっていうかそうでしょ。でも今は好きだよ。いや、それは嘘じゃないしね。お互い様、うん、さっきも俺言ってたね。うん、それは別にいいやん。でももうビジネス成り立たなくなってきてますよ。はい、マイナス、わかんない。うん、わかんない。ゼロワン決めつけすぎでしょ。ネガティブだよ、めちゃくちゃ。マイナスになりつつないっすね。だったら今、1700人も見てないって。いやいや、大丈夫。うん、あとは、うまくいかなくても
いやビジネスだから尽くすと好感度上がるじゃん。家の掃除とかもね、ご飯とかも毎日優しいってなるでしょ。そういうの全然挽回できるよ。なんかさっき考えたりとか大丈夫だよ。考えてみよう。で来月ちょっとゲーム配信とかできるようにする。一緒にやったりする。ゲームツイキャスで、一緒にゲーム配信したりする。いいね。何するの？ゲームスマブラとかないか。人狼ゲームしない？人狼はまあ携帯でしょ。まあやばいんだよね。まあ占い師でもあの市民でもあの人狼って言われて釣られる。やったことないよね。あるよ。あのブームの時あるよ。ふわっちブームの時いた？ふわっちブーム、え、あのリアルでやったことある友達とかと、ね、そう。ふわっちブームの時配信いた？ふわっちに。いや分からん。いたっけ？いや分からん、見てないからいないかも。配信見てなかった。ふわっちで人狼ブームあったの。眉は下手だと思う。やばいね。占い師でも人狼だと思われるレベル。いや下手なんじゃん。やばいね。狂人とかね。下手じゃん。マジやばいよ。なんかね、怪しいんだよ、前って。なんか味方なのにそれ下手じゃん、うん、足引っ張ってる。そうだよ。そうだよじゃない。だ前が占い師になったらマジやばい。絶対やりたくない。あ、でもこれって身内は分かっちゃうよね。まあ本当に占い師なんだって言ってたら下手すぎて、あ、こいつ。だ友達とかはあれだけど、あの初対面だったら絶対釣られるね、初日に。あ、本当？うん。どの役職でも初日釣られるね。いや座り方いいじゃん、うんこ座りでも。まあポイントか。あ、ユイヒーローとやったな。何を？あのユイヒーローがあの人狼やってて、その配信でね。で前もその、あの部屋に入って一緒にやった。リスナーとして。リスナーとして。で配信見ながらやったってこと。そうそうそう。で初日に釣られた。面白かったよね、ゆいひろ。ゆいひろ面白いよね。なんでいなくなっちゃったんだろう。面白いでしょ。なんでいなくなっちゃったんだろうね。社会人でしょ。あのなんか他にも有名な人いたじゃんね。誰だっけ、名前出てこない。結構いたよね。でみんな社会人戻ったりしてるでしょ。うん。で亡くなった説あるよね。なんか最後の配信でゆいひろがキャスでちょっと有名な、なんか幻覚が見えるとか言って終わったんだよ。あ、ペータンコね。ペータンコいるでしょ。いないでしょ。ペータンコ一回消えてまた復活してないけど今いないでしょ。消えたでしょ。違うんだよ。あ、人気。あ、いるの？だよね。今いるの？いるいる。歌い手とかだっけ。歌い手で活動しなきゃ。あ、戻ってきたんだ。名前変えたの。そうそう、そんな気がする。で妹がめちゃくちゃ可愛いんだよね。それ妹っていう設定の彼女だ。そうなのかな。そうでしょ。うん、妹という名の彼女でしょ。妹めちゃくちゃ可愛いんだよね。うん、なるほどね。妹になればいいね。てか最初に前のこと妹でやればよかったね。うん、ね、うん、妹ですって。兄弟っぽいしね。あ、確かに似てる、うん、そうすればよかったな。そしたらあのゼロリスさんにも愛されてたね。何やってもまあゼロワンの妹だし可愛いねとか言ってなってね。甘やかしてくれるんだゼロリスさんって。もう無理か妹説は。もう無理じゃない、うん、実はとか言って。あー、購買だったかバレる。あ、そうだね、バレちゃうね。無理だね。え、もう前ってもうバレてたからね。いやだから実はあれ、うん、俺の妹で。あ、皆さんね、ありがとうございました。すいません、今日ちょっと最終日なんですけど、ちょっとまあ考えて頑張ります。長時間ありがとうございました。はい、あのせいちゃんリスナーさんもいたらね、ありがとうございました。じゃあね、みんなおやすみ。え、次は切れるの？やらないの？うん、ちょっと休みます。ありがとうございました。おやすみなさい。あ、日の溜まります。すいません。最後にナイスお願いします。あ、まゆちゃんやる？いや、やんないよ。やらない？うん、うん、お疲れ様。お疲
それ何時に寝たの？あ、養分ね、応援してあげて。どうですか、リスナーさん。いいんじゃない、こっち見やすくなったんじゃないね。えこれで仲良くやればね、うん、うん、あと仲良くやろうよ。